YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、石井智也です。はい、いやもう戦国鳥獣戯画出演が決定ということで、もう僕は大変嬉しく思っております。それはもう以前ご一緒させてもらったスタッフさんと、また今度はアニメという形でご一緒できるということにものすごく喜びを感じています。また僕自身も初めてのアニメ声優ということで、またどういう風になるのかすごく楽しみにしています。ついに僕にもアニメの仕事が来たなと。アニメ見てはいるんですけど、まあ、アニメの声優さんっても全然なんか、まあ、役者と違って、まあ、声だけでいろいろな表現をやると、そういうのがまたちょっと新たな挑戦になるんじゃないかなと思って、もうすごく楽しみながらやらさせていただいております。テレビと配信でぜひ戦国鳥獣戯画をお楽しみください。